中で暴れててる馬もいいまますが落ち着いてスタートしました先行争い、外目から11番稲穂12番ボアプレット内からは2番湘南アビアス11番の稲穂が今日は出ていきますこれを追って12番ボアプレット3番手は外13番オセアバトルプランその内を通ってインコースから8番のドナス・エットが3番手のインコース固まっています2番の湘南アビアス中段後お互いして1コーナーのカーブに入りました1段です。 10番のムジェロは最高峰から1コーナーから2コーナーを目指していきます11番のイナホが先頭ですがリードは1馬身ほど12番、ボアプレット2番手差がなく13番、オセア・バトルプラン3番手インコースから8番ドナス・エットここも差がありません第2コーナーからバックストレッチ体半分差2番の湘南アビアスが続いてその外を通って5番のデフィレ・デモードが中断です残り 1000m あとは1馬身差ここも固まっています1番、ミスティック・パワー6番のオボッチャマがいてこのグループには間4番、グリーン・オパール 番のデルマコテナげ一段後方から最後方にいた10番のムジェロが動いていきました800切りました後ろは9番のブリリオそして3番のルーラー・リッチ最後方4コーナーのカーブペースが一気に速くなった12番のボアプレットが先頭に変わりました11番の稲穂が交代600切りました変わって外13番のオセアバトルプラン8枠の2頭が先頭2番手3番手10番のムジェロが最後方から3番手まで上がって一気に馬群が縦に長くなった11番の稲穂が4番手に交代変わって上がっていった7番のデルマ小手投げ400切っています うち2番のショーナー・アビアスが今3番手 4, いや4番手4コーナーから直線に向く12番のボアプレット13番オセアバトルプランその外から10番のムジェロが先頭に立つ10番のムジェロ先頭で200を切りました内から13番のオセアバトルプランが食い下がるあと追い込み勢は6番のオボッチャバ外からは3番のルーラー・リッチも追い込んできた先頭は10番のムジェロムジェロ先頭だ13番オセアバトルプラン2番手10番ムジェロゴーリン13番オセアバトルプランが2着最後追い込んだ三番のルーラー・リッチ三着でした